はい、皆さんこんにちは、ケントです。栄養指導に特化したトレーニング指導、ジムの経営やトレーナー向けの講演会なんかもやらせていただいております。ということでね、今日も皆さんからよくいただくご質問、お悩みについてお答えができればなと思うんですけれども、今日お話しする内容としては、牛肉の脂って体にいいの良くないのっていうところですね。こういうお悩みたびたびね聞かれることがあるんですけれども、皆さんもメディアなんか見ると、牛肉の脂ってね体にとってあまり良くないんじゃないか、健康に中長期で取っていくとマイナスな面があるんじゃないかっていうこともあったりだとか、逆にね積極的に動物性の脂取った方がいいよ、そんな内容を目にしてどっちが本当なのっていうところでね悩まれる方は非常に多い印象なんですけれども、特に減量中なんかの方が1日に最小限摂取する脂質どこから取った方がいいのかなっていうふうに考えるときに、じゃあこの牛肉の脂ってどうなのっていうところですね、今日は分かりやすくお話ができればいいかなというふうに思います。おそらくこの動画最後までご覧いただけると、じゃあ自分が今後ね油を取る目的でどんな食材を選択していけばいいのかっていうのがね把握できると思いますので、ぜひ最後までお楽しみいただけると嬉しいです。今日もよろしくお願いいたします。はい、ということで今日も冒頭にお伝えした通り、牛肉の脂、これはですね体にいいのか悪いのか、減量中選択するに値するのかしないのかっていうお話できればいいかなと思うんですけれども、結論ね先に言ってしまいますと、体にいい面もあるんですが全肯定することもできないという、なんとも歯切れの悪い回答になってきます。つまりは脂質構成単体で見ると悪くはないけれども、選択肢としてもっと優先順位の高いものが他にはあるんじゃないかというところですね。こういったところを今日は丁寧にかつ分かりやすくご説明をさせていただければと思います。こういう話をすると、もしかするとね、いやいや脂質なんて1日のね摂取量として取らない方がいいんじゃないのと、ゼロにできるのであれば限りなくゼロにした方がいいんじゃないっていうふうにおっしゃられる方もいるかもしれませんけれども、脂質っていうのはね悪い面、体脂肪になっちゃうよとかそういうことだけではなくて、体にとって非常に大きな役割を果たします。コレステロール、これがないとね細胞膜っていうのを作ることができませんし、テストステロンでさえも脂質が一つの原材料となっております。あとは体を動かすときに必要な ATP というエネルギーですね、これを最もコスパよく作れるのも脂質なんですね。なので減量中であってもおおよそ1日摂取するカロリーの中の 20% ほどはね脂質からエネルギーを取っていただきたいなというところがあります。もちろんケトジェニックでダイエットするのか、ローファットでダイエットするのかによってここの数値っていうのは変わってくるとは思いますけれども、少なからず必要な栄養素、マクロ栄養素なんですよね。ではその脂質をどんな食材から取ってくればいいのっていうのは、僕も含めていろんな方がね知りたいところだと思います。で今日はこの牛肉の脂っていうところに特化してお話をするんですが、もちろん部位であったりとか、そもそも牛の種類ですね、飼育された環境によって脂質の配合バランスっていうのは微妙に変わってくるというふうには思ってください。一番我々が手に取りやすいっていうのかな、食材として日夜テーブルに出てきやすいものっていうのが牛バラ、カルビとか、こういった部類になるのかなと思います。定食屋さんとかね、ご飯屋さんなんかでよく出てくるんじゃないでしょうか。これはコスト的にも一番安いので、こういった外食産業であったりとか家庭ではね使われる傾向があるのかなと思いますけれども、まず牛肉のね焼肉なんか出てくるカルビ、これの PFC を見ていきましょう。まずエネルギーが 100g あたり 371kcal、 タンパク質が 14.4g、 脂質が 32.9g で、炭水化物が 0.2g なんですね。糖質ってほとんど入ってないんですけれども、脂質がめちゃくちゃ多いですよと、全体の3分の1ぐらいっていうのは脂質でできてますよということで、牛肉のあらゆる部位の中でも一番脂質がついてしまっている、こってりしているのが牛さんのね肋骨の外側についているカルビという部位になってます。もちろん他の部位であれば脂質量っていうのはもっと少なくて、例えば牛ももであればエネルギーが 100g あたり 182kcal、 タンパク質が 21.2g、 脂質が 9.6g、 炭水化物が 0.5g なので、脂質の量というのはね一気に減らすことができるわけなんですけれども、例えばカルビの場合、脂質って何でできているのか、どんな脂質でそもそも構成をされているのかというところ、ここがめちゃくちゃ重要になってきます。そもそも脂質がねどんな構成でできているのかっていうところをご存知じゃない方もいらっしゃいますので、ざっくりお話をすると、飽和脂肪酸というものと不飽和脂肪酸というもの、この2つがあるわけですね。不飽和脂肪酸の中にも一価不飽和脂肪酸と、オメガ3とかフィッシュオイルの中に含まれているね EPA DHA なんか、いわゆる健康にいいとされている油、多価不飽和脂肪酸、この2つがあるわけです。ではこのカルビに含まれている脂質約 29g のうち、どれぐらいがそれぞれの配合なのかというと、飽和脂肪酸量がおおよそ 13g ぐらい、そして脂肪酸の中でも一価不飽和脂肪酸、これが 16g ほどです。一般的に言われる必須脂肪酸、食事から積極的に取ってこなければいけないよと言われるものというのが 0.5g ぐらいしか含まれていないんですね。もちろんこの必須脂肪酸、多価不飽和脂肪酸というのはオメガ6であったりとかオメガ3を指しております。部位によっても多少変わってきますが、一番牛肉の脂として多いのが一価不飽和脂肪酸、その中でもオレイン酸がメインになってくるのかなというふうに
に思っておりまして、オレイン酸というとね、実はオリーブオイルなんかにも含まれている脂質になってきます。オレイン酸もちろんね、いいところもたくさんあって、悪玉コレステロール値っていうのを下げてくれて、逆に善玉コレステロールを上げてくれる、全体の総コレステロール値っていうのをコントロールしてくれるっていうような働きもありますし、脂質ってね、結構酸化しやすい、体の中で使い物にならないような脂質になってしまうことが多いんですけれども、このオレイン酸に関してはなかなか酸化しにくいという特性を持っていたりしますので、体の中のエネルギー源としてはね、非常に重要なものだというふうに言われることが多いので、なんとなくね、体にはめちゃくちゃいいんじゃないかという印象を持たれる方も多いんじゃないかと思います。そして次に多いのが、先ほどお話しした飽和脂肪酸、特に飽和脂肪酸の中でもスペアリン酸とパルミチン酸、これが二大巨頭として牛肉の脂質には多いものなんですけれども、スペアリン酸というのもね、少しオレイン酸と似てて、コレステロールのコントロールっていうところにはね、プラスに働くっていうようなデータが複数出ております。それぞれの脂質の働きと入っている脂質だけを見ると、あ、これってね、コレステロール値コントロールしてくれて、酸化しにくいんだったらめちゃくちゃ体にいいんじゃないかと、じゃあたくさん取ればいいんじゃんっていう風になるかもしれないんですけれども、ちょっとここでね、一歩考えていただきたいところっていうのが、当然脂質にもね、体にとって必要なバランスというものがあります。飽和脂肪酸、一過不飽和脂肪酸、そして必須脂肪酸である多過不飽和脂肪酸、この3つのバランスが一般的には3対4対3っていうバランスが好ましいですよという風に厚生労働省なんかで発表されているわけですね。ただ牛肉のカルビの脂肪酸の分布見てみると、おおよそ 4.5 対 5.5 対0ぐらいなんですよね。つまり一番体にとって食事から取ってこなければいけないもの、必須な脂肪酸というのはほとんど牛肉からは取ることができない、もしくは取りにくいというものになります。じゃあ牛ももとかの方がね、この脂質の配合ってクリーンなんじゃないのって思うかもしれないんですけれども、牛ももだとしてもバランスとしてはそこまで変わらないです。そして牛ヒレなんかを見てみると、飽和脂肪酸の方がやや量は多くなるんですけれども、基本的に部位によって脂質のバランスが著しく変わるということはありません。すごいオメガ3がたくさん取れる部位があるみたいな、そういったところっていうのはね、なかなかないわけですね。なので特に減量中なんかで取れる脂質の量っていうのがある程度決まってしまっていると、全体の摂取カロリーに対して 20% ぐらいの脂質っていうのは食事から取ってくるよとした場合、いろんな食材があるわけです。サバであったりとか、鮭であったりとか、牛肉、豚肉、もろもろある中で、牛肉から油を取るべきなのかというと、なかなかそうとは言い切れないということで、冒頭にお話しした結論の通り、単体のね、脂肪酸で見るといい面ももちろんあります。だけれどもそれを摂取してくださいっていう風に全肯定するのもちょっと違うのかなというところで、量を守って取る分には全然問題はないと思いますけれども、個人的にね、脂質摂取の優先順位で言うと、必須脂肪酸が多く含まれているサーモンであったりとか、サバとかイワシ、こういったところの方がね、どちらがいいですかって言われた時には推奨することがあるかなというお話をさせていただきました。いかがだったでしょうか。まあこのね、牛肉にはね、飼育の方法で脂質のプロファイル、要はどんな脂質で牛肉の脂が構成されているのかっていうようなところも今改良というか研究が積み重なってきているので、今後もしかすると飽和脂肪酸、一過不飽和脂肪酸、多過不飽和脂肪酸のバランスが変わったような牛っていうのが出てくるかもしれないですけれども、現状牛から摂取できる脂質というのはこういったバランスというお話を今回はさせていただきました。ぜひ皆さんのね、食生活であったりとか食材摂取選択の一参考にしていただけたら嬉しいです。というところで今日の動画はここまでになるんですけれども、 NNC の方ではね、言っても牛肉っていうのは人間の食生活からなかなか切り離すことが難しいですと。なのでもし摂取するのであれば、どの部位から摂取してくることが一番好ましいのか、そして過去の論文レビューから健康に対しての影響みたいなものっていうのは一体報告されているのかどうなのかっていうところ、よりディープなところを言及していきたいと思います。ぜひそちらに興味がある方は動画の概要欄からチェックしていただけますと嬉しいです。今日も最後までご覧いただきどうもありがとうございました。こういう動画面白かったり参考になったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。インスタグラム、ノート、ツイッター、サブチャンネル、そして栄養の学校 NNC は動画の概要欄から重ねて確認をお願いします。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。